企画変更くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。これくるぶしですカチューシャーにゃ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 ー、この度は本当に申し訳ございませんでした。元ネタが分かんないどこまで どこまでが一つのネタ、それ芸能人をね、ちょもちゃんあまり知らないと。もう知らん本当に分かんない。あの都知事の名前なんでしたっけ。池田由里子池田由里子、小池由里子俺今ボケたのかと思ったマジな顔してるから由里子頑張れで中でも、うん、あのちょもちゃん俺知らないって言われて衝撃だったのが、うん、田中みな実さん、あの AKB で丸コメにした、それは峯岸みなみだ、ね、だいぶ違い遠いですけどオープニングは峯岸みなみだと思ってそうだったの最初俺その商品名言った時峯岸みなみだと思ってた。あ、マジでこれはやばいここ来る途中にセブンイレブンで田中みな実さんみたいな名前のアイスを見つけました、うん、それをちょっと食べながら、うん、知ってる芸能人知らない芸能人をちょっとね明確にしていこうかなって。なるほど。なんだ今日衝撃を受けてくださいそれではいきましょう。レッツゴー。じゃあ早速、はい、その商品ご紹介したいと思います、はい、それがこちらです。はい、花のななみうったい。まあセブンだから7にかけてるのかな、ちょっとそういうことねバナナ果肉とパリパリ食感のホワイトチョコチップ入りバナナアイスブルー。あ、バナナなんすか。の7も入ってるのか。バナナがバナナや。そう。あ、すごい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 人みたいな感じ変わった形ですねちょっとね早速食べていきましょう、はい、いきましょう。はい、あ、もうここがうめく、あ、うまい。うん、うまいわ残念ながらうまいわ。うん、うまっ。これうまいわ。これはうまいわ。めっかうまい。これうまいな、うん、一口入れただけでめっちゃうまってなる。今まで食ったそのバナナ系のアイスの中でダントツにうまい。うまい。トークできひんな全部いい。あの食感もいいし、あのパリパリな、そうね、うん、ホワイトチョコっていうから俺ちょっとあんって思ってたんやけど、うん、全然ありあり。なんだよこれめっちゃうまい。俺らのリアクション多分大げさじゃないですよこれほんまに美味しい。うん、味なんて何にも気にせず買ってきたんですよ。あのとりあえず田中みな実っぽいなっぽいなと思って、その余計ね、うん、ギャップが、そうそうそう、参ったな。参ったな、うん、これみんな買った方がいい。マジでこれいくらだったけど150円ぐらいだった気がする。うん、バナナ果汁果肉が 15% も入ってるんや。うん、こういうアイスってさ、うん、あんまりその果肉果汁って数パーしか入ってないこととかない？そうなんだ、俺そんな見たことなかった、その何パーとか。だからこんなしっかりバナナバナナしてるもんな。うん、これ買ってまいそうやもんな。うん、普通にプライベートで。ほんとほんと、リアクション取れないくらいうまい好き、好きなんですよ、バナナシェイクとか。わかるわかるね、うん、凍らせたバナナも美味しいし、ね、あー、それは食べたことがないぞ凍らせたバナナバナナ剥いて、うん、ラップに包んで凍らして、うんうん、カチカチにして食うね。あー、学生時代食ってたんですか、その割と最近。ね、ずっと食ってたよ。へえー、もう芸能人なんてどうでもじゃあ俺がちょっとこれを食い終わるまで、うんうん、何人か言う出してよ。あ、じゃあオッケーオッケー。じゃあちょもちゃんが知ってるか知らないか。俺の好きな、うん、最近タイプだなと思う、うん、花沢。もうわからん花沢って言われたら俺はもうサザエさんの花沢だって言って懐かしい。それ花沢くんでしょ、うん、花沢香菜さんは知らない。あーマジで声優さんなんですけど、じゃあちょっと待って、どんどんいきますね。はい、手詰まり。
ヘズマリュウはわかる。ヘズマリュウはわかるよ。あ、巻いてるやつやろ。そう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 。前山田健一さんを知ってる。あ、ヒャダイン。あと3人ちょっと聞かして。オッケー。全問正解してやるぜ。本田翼さん。わかるよ。あ、マジ？本田翼はわかるよ。あ、そう。スキーのコマーシャル。うん、はい、全部。冬のせいだ。あ、そう、全部冬のせいだ。雪のせいだよ。雪のせいだ。うん、あれで初めてあの子の存在を知って。はいはいはい。昔は可愛かったもん、今は興味ない。じゃあ行きますよ。はい。浜辺美波。はい、わかりません。美波って多いな。次世代の、ナンバーワンになりそうな女優さんじゃないですかね。最終問題。はい、ちょっと俺最近好きな、女優さんの名前です。最後です。石田ゆり子さんかな。あ、好きだけど。伊藤沙莉さん。はい、知りません。めちゃくちゃ俺おすすめ、俺らおすすめですよ。すげえうまいわ。美味しいよね、これ。ちょっと調べますけど、セブン限定だと思いますけど。で、七言うてんねんもんね。七。なんか、その、ポップにもね、SNS でどんどん投稿してくださいみたいな感じの。出だしたとこなんで。そうそうそう。埼玉県の深谷で作ってますね。ああ、ふっかちゃん。ネギ入ってるもんね。ネギは入ってないね。皆さん食べてみてください。これめちゃくちゃ、ほんと、企画忘れるぐらい美味しかったね。148キロカロリーなんでね、うん、あんまりちょっとその、ダイエットしてる方も、あんまり気にせず食えるかもしれない。いいね。じゃあ今日はですね、チョモちゃんの、芸能人知ってるか知らないか、聞きながら花のナナミを食べてみたお送りしました。ありがとうございます。田中みな実さんは未だに分からへん。あのオリラジの富士も富士なんだっけ、富士てか今俺福士蒼汰を知ってるのがびっくりした。あ、そう、うん、福士蒼汰は知ってるよ。いや、もうそれを疑うレベルなんですよ。いや、本当にマジで。